こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 大人の冬のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいと思っています。まあ12月かなりですね気温が下がってきましてそろそろ地域によっては初雪が観測された場所もあるのかなと思います。そうなるとですねやはりボトムスもある程度ですね冬に適用したものを揃えた方が僕は快適なのかなというふうに思っています。ところがですね僕自身はそんなにボトムスに冬仕様のものをですね使うことが これまで多くなかったんですね。というのも、季節ごとにアイテムを用意するっていうのは、なかなかですね、クローゼット圧迫しますし、なるべく物をたくさん持ちたくない僕としては、 ちょっとですね、方向性が違うかなと思っていたんですね。ところがですね、やはり年々寒さに弱くなってきているところもありまして、その季節に応じたアイテムがあると、より快適に過ごせるなということをですね、改めて最近実感してるんですね。ボトムスもですね、やはり通年で使えるものもありますが、夏場だったら生地が薄い方が圧倒的に快適ですし、冬場であれば少しですね、厚手で、なおかつ保温機能があるものですとか、まあ機能性 生素材っていうのもたくさん出ていますので、そういったものをうまく取り入れた方が圧倒的に快適なので、まあ、今回はですね、そんな今の時代にあったですね、高機能な冬のボトムスをですね、3種類ご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に冬に適したボトムスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1本目はですね、僕の動画の中では割と定番的な位置づけになってます、グリーンレーベルのオルマイージーパンツですね。こちらの秋冬バージョンのものですね、まあ、実際に履いてみたら考え方が変わったんですね。まあ、先ほどもお伝えした通り、僕はですね、あんまり季節ごとにボトムスを変えるというのが好きじゃなくて、まあ、通年使えた方が楽でいいよねって考えて ていたんですがこのオルマイ,イージーパンツの秋冬バージョン履いてみたら結構見た目的には普通なんですよそんなにこう断パンとかいわゆるこう秋冬に適した機能性のパンツという見え方はしないんですね一般的なオルマイ,イージーパンツと見え方に違いはないんですねただまあ実際に触ってみると生地は厚みがあったりして春夏のものに比べると季節感は感じるんですが見た感じはそんなに大きく変わりませんこのボトムスの特徴としてはシルエット とは程よくゆとりはあるんだけども今トレンド感強いですねゆったりめというところまでいかないような適度な緩さがあるのでまずはベースのシルエットとしては非常に使いやすいというところそしてこの裏側ですねここが特徴的でえっとちょっと色違いのものを持ってきていますがこちらグレーなんですけどもこの裏側が裏毛になっていまして肌触りがソフトでふわっとしてるんですねこの肌との接地面に毛感があるだけで全然で 感じ方が変わってくるんですねとにかく気持ちがいいのと、ふんわりと優しい暖かさを感じるので、これは冬に履くには最適な一本だなというのをすごく最近実感しています。素材はポリエステルとレイヨン、そこにポリウレタンがですね、昆布されているようなものになってまして、まあ、河川でできているボトムスではあるんですが、見え方としてはかなりウールに近いような形になってまして、正統派な見え方になっています。シルエットも美しいですし、トレンド感も程よいバランスで、これはですね、かなり 使い勝手のいい一本かなと思うので、まずベーシックなブラックのパンツを買うのであれば、 オルマイージーパンツですね。これが使い勝手がいいかなと思います。まあ、今回いろいろなボトムスをご紹介しますが、その中ではですね、割とプレーンなものに近いので、まぁぜひ皆さんもですね、参考にしていただきたいなと思います。ブラックだけじゃなくて結構今季のグレーですね、写真を見ていただきたいなと思うんですが、このあたりもちょっとグリーンがかったようなグレーで、なかなか色合いがいいので、こちらも合わせてチェックをしていただきたいなと思っています。 はい。続いて2点目のアイテムなんですが、ビューティアンドユースのですね、フラノイージーテーパードパンツですね。これもなかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。先ほどのオルマイージーパンツに関しては、まあ、河川でできているものなんですが、こちらのフラノイージーテーパードパンツに関しては、河川も一部使われているんですが、ポリエステルは57%で、ウールが40%、そこにポリウレタンが3%混合されているということで、よりですね、天然素材の雰囲気も含めて楽しめる一本になっているかなと思います。 まあ、フラの素材の特徴なんですが、肉厚で膨らみ感があるんですね。そして手触りとしてはすごくソフトなので、まさに冬に適した素材と言えるかなと思います。結構スーツの素材なんかにも使われることがあるので、見え方としては上品な雰囲気も漂うので、このボトムスに関してはもちろんオフで使うのが前提かなと思うんですが、意外とですね、シルエットにそこまで癖もないので、ビジネスカジュアルのですね、ボトムスとしても使用することができるのかなと思っています。シルエット自体は、も周りにはゆとりはあり ますが膝下テーパードでまあ、いわゆるこう使い勝手のいいですねトレンド感もあるんだけどもベーシックな部分も抑えたようなすごく大人っぽくて使いやすいものになってまして色のバリエーションも結構これまた使いやすいですね個人的にはブラックもいいんですがこのダークグレーの色味がすごく好みですね秋冬でよく使うようなブラックですとかネイビーのコートとの相性がこういったダークグレーのボトムスってめちゃくちゃいいので僕自身も大好きな色味なんですね深みがある 色合いとフラノらしいですね上品な光沢感も含めてこれはかなりいいなと思いましたまあ、腰回りは一応イージー仕様になっているんですが前から見た時には普通の見え方になっていまして後ろから見た時にゴムが入っているような仕様になっていますのでその点も含めてビジネス対応は非常にしやすいボトムスかなと思っています先ほどのオルマイージーパンツのような内側がですね暖かい雰囲気があるというよりは 表面ですね。ここに季節感があって、見え方として秋冬らしいですね。ボトムスの雰囲気がしっかりと楽しめるというところでは、これはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。特にビジカジも含めて、両方で使いたいなという方には、これは結構最良の一本に近いかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト3点目の冬のボトムスなんですが、ユナイテッド東京のアウトラスト2タックスラックスですね。これは僕の動画の中でも何度かご紹介したことがありますし、僕自身ですね、これまでブラックとグレーの2色をですね、購入したことがあるような、まさに名作のボトムスかなと思うんですが、まあ、デザイン的にはかなりオーソドックスですね。シルエットはそんなに細すぎず太すぎずというところなんですが、先ほどの2本に比べると、ややスマートなシルエットになってるかなと、 と思います。そういった点では、大人の男性にはすごく使い勝手のいいようなボトムスになっているかなと思っています。で、なんといっても最大の特徴はこの商品名もなっているアウトラストという素材なんですけども、これはですね。体の熱をですね。感知して。 快適だと思う温度にですね、調整する機能を持っているような素材になってまして、NASA の宇宙服にも使われているようなものになっているんですね。かなりハイテクな素材になっていまして、まあ、生地自体は、まあ、実際に履いてみると、ジャージー素材のような柔らかみがあって、ストレッチも効いているような、使い勝手のいいボトムスなんですが、冬場に履いても快適な状態を持続してくれるので、まあ、このボトムスは、まさに冬に適したアイテムなのかなと思っています。まあ、ウエストにはタックが入っているので、腰回りにはゆとりはあるんですけども、テーパード効 てていまし結構細身なんですよねそういった点では2本目のビューティアンドユースのボトムス同様にビジネスカジュアルでも使うことができるようなそんな綺麗さのあるようなボトムスかなと思いますまあ、結構ウエストもゴムになっていて伸びるのでそのあたりも様々な体型の方に使いやすいというところも含めてまあ、なかなかですねこれは汎用性の高いような1本かなと思っていますまあ、結構カラー展開が豊富でブラックですとかダークグレーのようなオーソドックスなカラーもあるんですが個人的にはこれウェブ限定になっているかなと思 思うんですがダークブラウンというカラーがなかなか雰囲気がいいのかなと思います。まあ秋降りらしいですね、ブラウンという色なんですけども、まあ明るさがあると結構ですね、難しいんですが、ダークブラウンということで、ほぼですね、ブラックに近いような見え方をするんですが、ただよく見るとそこにブラウン系の温かみのある色、季節感の漂う色をですね、感じることができるので、これはなかなかいいんじゃないのかなと思います。しかもシルエットは細身で、割とこうシャープなので、ブラウンにありがちなやぼったさ 軽減することができてなおかつですね、ベージュですとかグレージュ系のコートとかにも相性が良かったでするので、これ一本あるとちょっと今までのボトムスとは違ったアプローチもできるかなと思うので、ユナイテッド東京のこのボトムスであれば結構ダークブラウンがおすすめかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回のボトムスでは大人の冬のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあどのアイテムに関しても結構デザイン的にはオーソドックスで使いやすいものが多かったと思います。ベースとなるのは腰回りですとか肛回りには 適度にゆとりがありつつも、膝下からテーパードということで、やぼったく見えないというところは、三つに共通しているようなデザインのポイントだったかなと思います。まあ、その中でも内側がですね、気をしていて、温かみを感じるグリーンレベルの一本ですとか、あとは表面の素材感ですね、フラノの上品なですね、冬らしい雰囲気が楽しめるビューティーユース、そして最新機能の素材を使ったアウトラストシリーズ、ユナイテッド東京ですね。このあたり、まあ、それぞれ特徴があると思うんですね。まあ、ぜひ皆さんもですね、この三本を 全て揃える必要はないかなと思うので、皆さんにとってしっくりときた一本をですね、検討しながら揃えてみると、冬の着こなしがかなりですね、充実するかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でかなり厚みを持って解説をしています。週に1回ぐらいのペースでライブ配信もやっていまして、皆さんと実際に交流をしながらですね、ワイワイと運用してますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、動画をチェックする 時間がない方のためにオンラインサロンというものも開催をしていますそちらでは文章と写真ベースでなるべくコンパクトに1分ぐらいで読めるような分量の記事をですね僕の方で1時2回更新をしています また僕以外のスタイリストの方も在籍してまして結構様々な記事がアップされているのできっと皆さんにも楽しんでいただけるかなと思っていますまた参加者の皆さんも自由にですね記事を投稿することができるのでおしゃれが好きな大人の男性でワイワイと楽しくやっていますのでこちらも気になる方はですね概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに